第10師団創立51周年記念行事における関越更新第10師団所属の74式戦車。2011年10月、森山駐屯地。第10師団は陸上自衛隊の師団の一つ。中部方面隊直轄にあり、司令部を愛知県名古屋市の森山駐屯地に置く。3個普通化連隊を機関とし、第10警備地区の防衛警備。 災害派遣を任務とするほか、民生協力及び国際貢献活動を行っている。第10混成団は、第10師団に、称号変更、改変。第10偵察中隊は、第10偵察隊に、第10通信隊は、第10通信大隊に、第10衛星中隊は、第10衛星隊にそれぞれ称号変更。第33普通化連隊及び、 第三十五普通科連隊、第十戦車大隊、第十追戦車隊、第十輸送隊を新編。第十四、第三十三、第三十五普通科連隊を自動車科連隊に改編。第十武器隊、第十補給隊、第十輸送隊、第十衛星隊を統合し、第十後方支援連隊を新編。第十特化連隊第六大隊を、第十0降特化大隊として、 分離独立、師団直轄とする。第10偵察隊に、電子偵察小隊を進展。師団司令部付け隊に、科学防護小隊を進展。第49普通科連隊を進展。第10追戦車隊を廃止し、核普通科連隊霊下に、対戦車中隊を進展。核普通科連隊に、軽装高機動車、高機動車を配備。 重迫撃砲中隊に 120mm 迫撃砲を配備。第10戦車大隊に、第3戦車中隊、第4戦車中隊を進展。第10降車特化大隊に93式近距離地、対空誘導弾を配備。第10飛行隊に中型ヘリを配備。第10広報支援連隊本部、本部付帯、衛星隊及び補給隊が、森山駐屯地から春日井中駐屯地へ移住。 第10広報支援連隊の武器代隊を廃止し、第1整備代隊、第2整備代隊に再編。一部が、カスガイ駐屯地から森山駐屯地へ移住。司令部付け隊科学防護小隊が、第10科学防護隊として新編。第10科学防護隊を、第10特殊武器防護隊へ改編。生物偵察者を導入。第10戦車代隊の、 第3戦車中隊及び第4戦車中隊を廃止。第49普通科連隊を師団霊下から中部方面混成団霊下に移動。第14.3335普通科連隊の対戦車中隊を廃止。第10特化連隊を5個大体編成から3個、大体編成に縮小編成。ありがとうございます。